ペット大集合。ポチタマ、マサオくんマサオくんは、テレビ東京のバラエティ番組、ペット大集合。ポチタマに出演していたオスの犬である。ポチタマペットの旅コーナーにて、旅犬として出演していたことで知られる。犬種は、ラブラドールレトリバーで、毛色はイエロー。旅のパートナーは、お笑いタレントの松本秀樹。本記事では、旅犬役を。 マサオ君から引き継いだ大介君を呼び正さ君についても述べる。番組初回から続く人気コーナー、ポチタマペットの旅にて、タレントの松本秀樹と看板犬である旅犬が日本全国を旅し、各地のペットに会うというもので、初代旅犬であるマサオ君は、とぼけた愛嬌のあるキャラクターで人気を集め、旅犬を6年間務めた。 2006年10月13日の放送で番組を引退の後、同年12月9日、アクセリンパシュで死去。7歳没。墓書は神奈川県川崎市にある平和会ペットメモリアルパーク。正男くんの引退を受け、旅券は息子の大く君が2代目旅券として引き継いだ。ポチタマの放送時期中期から最終回までに出演し、後継番組、 大輔くんが行く。ポチタマ新ペットの旅まで、旅犬を5年間勤めたが、番組収録の滞在先で、異年点により、体調を崩し死去。6歳没。マサオの母で大輔の祖母のエリーの来孫が2012年1月16日に生まれ、その子たちの中から、三代目旅犬が選ばれることとなった。2012年4月18日の番組内で、マサオくん。 大輔くんと同じイエローの毛色をした子犬の選出が放送され、5月2日の放送で、松本より、正春くんとの命名が発表された。1999年10月20日、兵庫県神戸市にて出生。2000年初秋、生後10ヶ月で旅犬デビュー。正さという名前を提案したのは、パートナーの松本である。 収録の初期はまだ番組自体始まっておらず、知名度がないため、家庭を訪問しても撮影に取り合ってもらえないなど、苦労が多かったようである。第1回の放送は1歳の誕生日である2000年10月20日に放映された。その後人気は上昇し、2001年冬には、正さくんのワンワンクリスマスで CD デビュー。2004年夏、鳥取県を訪れ、 47都道府県を制覇。2004年12月、3回のお見合いを経て、クロラブのダイアンと結婚。2005年4月、台湾に上陸。台湾での人気は非常に高く、1000人以上のファンに囲まれ、現地の新聞の一面を飾った。台湾では、マサオと呼ばれる。2005年6月10日、ダイアンが出産し7匹の父親となる。子供たちのうち、 次女のエルフは、千葉ロッテマリーンズのベースボールドッグとなった。また、末っ子の大輔くんは二代目旅犬となり、マサオくんの後を引き継いだ。2005年7月11日、マサオくん、ダイアン、7匹の子犬たちが、揃って、環境省が提唱する、チームマイナス6%のテレビ CM 撮影に、登場した。2006年、最後の旅を決行東北にて、 母親のエリーと再会する。この旅が放映された2006年10月13日の放送にて旅券を引退し末っ子の大輔くんに引き継いだ。2006年11月アクセリンパシュが発覚する。2006年12月9日20時40分7歳で息を引き取った。2006年12月16日と12月17日テレビ 東京本社ビルの前に喧嘩台が設けられ、両日合わせて約6,700人が訪れた。天然ボケ。食いしんぼでドジだが、好奇心旺盛、泳ぎが苦手。しかしかし濃い一面もあり、撮影本番時か否かを理解していた様子を伺わせることがしばしばあった。本番の時はテンションがまるで異なっていたという。非常に食いしんぼで、 熱々のもんじゃを松本が冷ます前に皿から自覚しようとして熱い目にあったり、ポンタの口の上、パクのおやつを食べる松坂牛を松本に食べさせず二段食いするなど様々な食いしんぼ事件を起こしている。環境省のテレビ CM 撮影の際、エアコンのリモコンをおもちゃと勘違いし NG を連発。その度に松本から品種庫を買っていた。主人思いの一面もあり、 動いて迫ってくる大きな恐竜型のロボットから松本を守ろうとしたこともあった。好みの異性のタイプはクロラブのメス。クロラブ好き伝説と言われている。これはごく幼い頃にクロラブに囲まれて生活していたことによるもの。クロラブのメスに会うたびに走り寄っては猛アタックをかけたが毎回嫌われて逃げられてしまっていた。このため番組でクロラブのお嫁さんを公募し、 三匹とのお見合いの末、ようやくダイアンと相思相愛となり、結ばれた。働く人も大好き。特に肉体を駆使して働いている男性には強く、興味を示していた。時には、大好きだっこをしようとすることもあり、松本にたしなめられることもしばしばあった。2005年6月12日、千葉県松戸市生まれ、正さくんの息子で、父と同様に、 イエローのラブラドールレトリバー。見分けのために色分けされた際はパープル君と呼ばれていた。大介の大は母親ダイアンの大に由来している。1歳4ヶ月で旅券を襲名。父同様に台湾でも人気があり、現地では大介と呼ばれ、さらに初めてアメリカに上陸。こちらも大人気で、現地では松坂大介の愛称と同じ。 大輔と呼ばれた。ペット大集合。ポチタマ終了後は、BS ジャパンでの放送になり、大輔くんが行く。ポチタマ新ペットの旅と、タイトルも改めリニューアル。松本秀樹と大輔くんが引き続き旅をしていた。同時に、大輔くんは、2010年度の BS ジャパン宣伝部長に就任。公式 HP やイベントに多く参加し、2011年3月に、 B.S. ジャパンより表彰を受ける。その際に送られた副賞のドッグフードは、東日本大震災で被災したペットに寄付された。その後も、松本や番組スタッフは被災したペットの保護施設や、里親探しに活動した。2011年11月29日未明、番組収録のために訪れていた神奈川県小田原市にて、体調を崩し検査後、遺念点と診断。 緊急手術を受けるも、同日9時10分、容体が急変し死亡した。6歳没。人間間観算年齢よると55.5歳2011年12月6日、大輔君の喧嘩台が12月18日に設置されることが発表された。当日は喧嘩開始時間前から500人が並び、最終的には約6000人が訪れた。台湾、韓国、 イギリスなどからもこの日のために来日したというファンもいた。この日の模様は2012年1月11日の特別番組、大介くん、追悼2時間スペシャル内で紹介された。子犬の頃から、兄弟の中でも一番父親の正サ君くんに似た、顔立ちをしており、特に垂れ目影や表情がとても似ていた。また、天然ボケで食いしん坊で好奇心旺盛、働く男に、 大好き抱っこしてしまう癖、パートナーの松本への忠誠心や、親愛の深さなども、正男く君から受け継がれたようであると表されることがある。大く君の癖は、寝る時に必ず、松本君の手を舐めること。姉、エルフも寝いる際に、飼い主の手を舐める癖があるらしい。食べ物の好き嫌いは、ほとんどなく、正男く君同様、特に肉には、目がなく、大好物。 果物も口にした。特にスイカは、大洗町の海岸でスイカありをしたとき、割れた瞬間に一目散に走って行って、一人占めして食べてしまうほど好物であった。2012年1月16日生まれ、出生地は秋田県大立市、イエローのラブラドールレトリバー。生まれて、すぐに他の兄弟と見分けをつけるため、首輪代わりに白いリボンを結んでもらった。 仮の名前として、シロ君と呼ばれていた。兄弟は、シロ君を含めて5匹。母犬のマルコは、エリーのヤシャゴに当たる犬。2012年3月7日、ポチタマペットの旅公式 HP に、三代目旅券情報のコーナーが設けられ、初めて、子犬たちの姿が掲載された。2012年3月28日の放送で、 秋田に足を運んだ松本が子犬たちと初対面した様子を紹介。一匹ずつ愛しそうに抱き上げては体育を確認したり、個性や相性なども踏まえて三代目旅券を見極めていた。2012年4月18日の放送で5匹の中から毛色も含め、表情が正男くんに似ているという白くんの選出を公表。食欲旺盛なところも似ているという。 最終的な決め手になったのは、白くんだけが最初から松本の顔を舐めたり、他の兄弟がそれぞれに遊んでいる時にも常に松本に寄り添って安心しきった表情をしていたからだという。松本曰く自分が犬たちに選ばれていたのかもしれない。2012年4月25日の放送で生後3ヶ月を過ぎ、母、マリコの元を離れ迎えに来た松本と共に、 東京へ移住する姿が放送された。2012年5月2日の放送で、松本より正式な名前、正春くんとの命名を発表。正尾くんの、まさ、松本と出会った季節、春からひらめいた名だという。なお、2012年時点で、台湾での放送はないが、旅先で会った台湾からの観光客によれば、正春と呼ぶとのことである。2012年6月6日。 放送部により、生後4ヶ月で3代目旅券としてデビューした。また、この日より、番組のタイトルも、まさはるくんが行く。ポチたまペットの旅と改められた。ちなみに、松本が初めてマサハルに会った時、青いリボンをつけていた、兄弟犬の黒ラブのメスの子犬は、その後、一般人宅にもらわれて行き、飼い主に、マサハルの、春をとって、春子と名付けられ可愛がられている。 マサハルが生まれ故郷の大館への里帰りで偶然に母、マリコの家に来ていて再会を果たした。ラブマサオくんが行く。のタイトルで2012年6月23日に公開の実話を原案に出会いから別れまでの6年間をフィクションを盛り込み描かれる動物映画。監督はジーン・ワルツの大谷健太郎。脚本はソラニンの高橋泉。 主役の松本秀樹役は、香取慎吾が演じる。正男くん役は、訓練を受けているタレント犬では、ドジっぷりも計算された演技になってしまい、正男くんの持ち味である天然のダメダメっぷりが出ない。ため、一般家庭で飼われている犬を、オーディションで選出。応募数200匹の中から、ラブが抜擢された。なお、松本秀樹本人は、友情出演という形で出演している。 松本と正尾くんとの関係や番組関係は事実に即しているものの、松本の私生活に関しては一部フィクションであり、実家が椎茸栽培と観光ホテルを経営している。設定などは監督の実家がそうであったことが反映されている。キャッチコピーは日本一のダメ圏ラブラドールが日本中にラブを届ける。全国231スクリーンで公開され、 2012年6月23、24日の初日2日間で、講習後、660万9、100円、動員4万7930人となり、映画観客動員ランキングで初登場第5位となった、ラブ・マサオくんがいく、に関するカテゴリー、大介くんに関するカテゴリー、マサハルくんに関するカテゴリー、ありがとうございます。